右手2本、左手3本を使ったタッピングをやってみます。E7 シャープナインスをタッピングしていきます。この繰り返しです。この E7 シャープナインスを使っての、指2本3本を使ったタッピングで移動を込めてみましょう。面白いですね。